いやー、すごい感じだったね、気持ちが、ね、スッと、うん、スーッとね、うん、いやー、今までの俺は何だったんだろう、今まで目が覚めたみたいな、目が覚めました ね、いやなんか邪気を感じるね、まだまだありますか、この辺からあなたはまだ足りてませんね、ちょっとまだ邪気が残っております、邪気が残っております、滝に入ればあなたも幸せな未来が待っております何宗教みたいな、たけしさん、代わって差し上げてください、はい、何がカメラを代わって差し上げて、マジじゃない？では私がお持ちしましょう。ではどうぞ。ええー、俺。じゃあ行きます。行ってらっしゃい。待ってください。持ち替えないけど。機械持ってきてね、カメラを強制的に。これ良かれと思ってやってた。明るい未来のために。明るい未来。なんだか嬉しそう。嬉しそうだ。寒い。私たちは。うんお嬢さんも行った方がいいですか、ここまで来たら。楽しそう。俺も飾りたい。楽しそう。めっちゃ楽しいじゃん。ダブルでした、ダブルで。すごいよ。なんかもう、お父さんとかもうなんか外国人みたいになってるもんね。外国人だろ、これ。お父さん。日本人じゃなくなったよ。撃たれたがりたのお父さん。まずやまず。沖縄のコンジラブ。カップルだよカップル。カップルがおるぞカップルが。どうですか、幸せになりそうですか、あそこに虹がかかってらっしゃる、前降りてらっしゃるね、神セルンジオスな。じゃあ次の修行行きましょうか、行きましょう、なんで俺が、はいさい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 、はいはい、はい、今ですね、はい、沖縄のヤンバルというところに来てるんですけど、ダーン、こちらに来てるんですけど、ちょっとね、今北部に用事があってね、戻る途中で見つけたんですけど、見てください、あの看板、ここ朝っぱらからもう指定ナンバーはニューハーフ、これ気になるんですよね、そうですね、トゥナイトツーカーっていうね、お前はトゥナイトツーカーっていう感じでね、やっぱりね、こういう挑戦っていうのは大切ですよ、人間はね、そうですね、女性も好きだけど、やっぱニューハーフの方もちょっと味わってみたいなっていうねそういう心もあるんですよ、僕は社会勉強ですよね、社会勉強、何事も経験ですから行きましょう、うん、気になりますか、ちょっと行ってみますか、はい、こんなところにね、ニューハーフがいるんすかっていうね、名物ニューハーフの人がいる、そうじゃないですか、有名な人がいる、キャバクラの店ある、マッピルマカラ行ってもいいんすよ、ね、マッピルマカラ、マッピルマカラ、キャバクラ行ってもいいんすよ、こんなところにキャバクラが見えないけど、普通にね、なんか見たら一部、あ、俺に似てるんで、飛ばれちゃうんですよ、後のお嬢さんである、最近コメント欄で書かれた、カットしてください、なんかいろいろ言ってるね、あ、手作りじゃないこれ、手作りって書かれてる、イラストの進行ここまで来てる、本当だ、今日本を牛耳ってる、牛耳ってるというイラストがガラス売ってるんだ、すごいね、ニューハーフを見に来たんだけど、じゃあこれ取り出したあれじゃないか、ニューハーフの方の取り出したものを喜んで包んでみたいな、はい、安っ、安っ、はい、チナバナナもあるね、チナバナナ沖縄の方言出ちゃうね、はい、やタコライスもあるね、あっさりとデージやすいね、みんな方言言うやん、デージやすい、なんて、なんてわかる、なんて
餅？そうそうそう、ネバネバするやつ。これね、北部でよく食べられてるんで。北部で、うん、こういうヤンバルとか安いですよ、野菜、美味しいし、美味しい、大自然の中育った無農薬の美味しい野菜がね、たくさんあるんですよ、ヤンバルは。だからナイチャーの皆さんね、みんなあの沖縄に来てください。美味しい野菜たくさんありますよ。普段使わないことをバンバン使ってます。あ、とっとっとっと。え、魚のすり身と羽地鶏のミンチの結晶。結晶。あ、なるほど。切り取ったやつではなかったらよかったです。切り取ったやつ。この棒状のものは何かなと思ったんですけど。棒状のものとは一体術後のやつかなと思ったけど、じゃなかったらよかった。これがニューハーフっていうんだ。こっちもすごいんだけど、鳥目覚めちゃう、これ食って。でかくないこれ。あ、でかっ。500円。あ、これ普通に食べたいですね。じゃあ、たけちゃん、これ半身を一人で一本食べるでしょ、男だったら。いやあ、ニューハーフって元気になるぞ。ニューハーフって元気になるぞ。ニューハーフはこっちだ。いやー、こっちですか。できました。できました、ニューハーフ。さあ、ニューハーフどんな味でしょうか。ね、あなたの新境地。すり身棒、スリムローをちょっといただきます。うん、美味しい。うん、すり身だね。うん、かまぼこ串みたいな野菜も入ってて、ニューハフっていう名前だけど、そんな沖縄の伝統料理みたいな味する。確かに慣れ親しんだ味だね。おばあの家で食べてるみたいな。あ、でも鶏の味するね。美味しい、美味しい。鶏の食感はある。かまぼこ、牛肉とはまた違う ね。美味しい、美味しいね。これうまいっすわ。これ150円でしょ。安いね。早いね。サクサクしてお腹すいてた。まるでニューハーフが前座かと言わんばかり。めっちゃでかいね、このチキン。やっぱガチムチ系でかいね、やっぱね。ニューハーフだけでもそっち系攻めるの。もうガチムチ、うん、そっち系攻める。そっち系攻める。こっち系の。うわ、うわ、うわ、こってり系がね、こってり系ですね。うわ、うまい。ガーリック？ガーリック？いや、スターリック。イエスガーリック？ビッグビッグ。ビッグビッグ。染み込んでて美味しいですね、ガーリックが。へぇ。見てください、これ。うわ、これ見てください。うわ、これ見てください。関節から関節へ。関節から関節へ。どういうこと？沖縄から世界へ。関節から。やばい。違う、うまそうですね、またね、この肉の方が。うん。ケンタッキー涙目だろ、これ。うん。ガーリックイズ美味しい。ガーリックイズ美味しい。ガーリックイズ。ビューティフル。ビューティフル、美しい。世界平和になる、これ。これを食べたら世界平和になるんですよ。二刀流ガーリック。わお。わお。いただきます。うめぇ。これ500円。どうだよ、ハルオチさん。これとポテトとコーラ。欲しいですわ。ピクルス抜きでハンバーグもしない。味染みてる、本当に。染み棒。うん、うまい。すげえ、大丈夫。もう食レポしてたまるかぐらいの。食レポしてたまるか。もう喋る口がねえぞ、俺も。500円にしたね、本当にボリュームが。ポテチ抜きでうまい、本当に。マジでうまい。生きてるよ、これ。あ、美味しい。味染みてる、マジビビる。あ、ニンニクすごいな、これ336と。うん。ヤンバルまで通うわ。通うはず、あの人は。シークレット336だね。うま、ん、すぎて、食レポ。どころじゃないんだよ。どころじゃないってのがやばい。忙しいんだよ。動画抜いてるし。今食べてるからカメラ回さないです。見てください、目の前58号線で、さらに奥を見たら海なんですよ。景色も綺麗。潮の香りを感じながら肉を食べて最高ですね。ニューハーフ見つけたら鳥評論家になっちゃった。ニューハーフも美味しいよ。美味しかったけど、なんだかんだでこっちじゃないですか、やっぱり。本音言っちゃったね。なんだかんだでこっちじゃない。まあ看板見つけてあれだったけど、やっぱりなこうなっちゃうんですよ、肉こんなんでっかいの。肉 is beautiful だもん。うん、黙ってくれて。はい、食べ終わったたけし、油がベタベタだ。どうしよう、お気持ち悪い。そんな時にはこれ。これ袋っすか。
そんなわけあるわけないでしょ。こんな袋を触って油が取れるなんて。あ、本当にサラサラだった。うん、ベタつかない。うん、携帯のカメラ触っても大丈夫。大丈夫だ、大丈夫、大丈夫。で、普通油がつくのをつかない。すげえこれ、もっと、もっともっと拭こう。さっきまで油切ってたこの手が、ちょっとこうやって見たらちょっとついてるんですけど、致命傷ならないぐらい。本当だったらもっとベタベタになると思うんですけど。そうだね。いや、すげえな、この裏が伊藤家の食卓みたいです。はい、じゃあニューハーフを探したら、ニューハーフの看板に釣られてきたら、いろ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 美味しかったっていう放送でした。ニューハーフ以外もすごかったってことですね。そうでも全部美味しかったですね。うん、ニューハーフもチキンも。うん、たけし的にはチキンがおすすめ。うん、ニューハーフ棒もね、おすすめですけど。ニューハーフ棒、ニューハーフ棒。北部来た際に立ち寄ってみてください。気になった方は来てみてください。はい、じゃあ羽地の駅でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。